上野駅のすぐ近くって書いてあったんだけどな。ここがかっぱ橋っていう交差点なんで、ここがど真ん中なんでしょうね。これはバイク駐車不可。ああ、わざわざ表示していただきありがとうございます。はい、今東上野3丁目っていう交差点を右に曲がります。左が上野駅、左上野駅で、上野の近くにかっぱ橋商店街っていうのがあって、そこはね、あの調理器具がねめちゃくちゃ売ってるという、日本一調理器具が売ってる商店街らしいということなんで、まあ、調理器具をね買うわけじゃないですが、その近くにバイクの駐輪場があるのかっていうのを一回通ってみようかなと思いますね。結構観光地としても有名なとこみたいですね、かっぱ橋商店街。あの食品サンプルとかが結構すごいリアルに作られてるものが売ってて、それをお土産に買っていく外国人とかがいる、それぐらいのとこみたいなんですけど、料理人の人がねわざわざここに買いに来るぐらいな感じの、調理器具だったら何でもあるというぐらいな商店街らしいという、一回も行ったことないんですけど、通ったこともないんですけど、そんなにすごいんでしょうかっていうね。今朝の9時半なんで、これでも左だな、菊屋橋って交差点左、あ、ここなんだ。あ、でも店閉まりまくってんな。うわー、洋食器とか、これ店開いてればよかったね。店開いてれば多分だいぶもう全部食器と食品サンプルと、あ、ユニフォーム屋さんだ。これ来る時間帯間違ったかな。すごいねこの商店街、この並び全部調理器具しか売ってる店ないよ。朝の9時半じゃ何も開いてない、日曜日やってないパターンかな。しかしあれですね、コインパーキングというか、そういうのはあんまりなくて、チケット制のパーキングしかないですね。ここがかっぱ橋っていう交差点なんで、ここがど真ん中なんでしょうね。かっぱだよ、かっぱいたよ、かっぱかっぱ。それにつけてもバイクの駐輪場なんかさっぱりないな。これメイン通りには少なくともバイクの駐輪場はないね。パーキングチケットしかないんだけどね。ちょっと一本内側入ってみますか。一本内側に入ってみて、これ一通か一通じゃないかが定かじゃないんだよね。これは一通じゃないらしい。一本内側の道、コインパーキングはあるといえばある。一本左入ってみるか。まあ、ここまで来るともう浅草なんだね。浅草、あ、スカイツリー見えるしな。まあ、コインパはあるけど、バイクの駐輪場がないね。コインパーキングはね、ところどころにあるものの、バイクのマークが見えないな。やっぱりこういう古い街はね、昔からある街っていうのはその土地が空いてないよね。
だから駐輪場を作るようがないんだよな。バイクの駐輪場ごときに土地をね開けるわけにはいかないんですよ。これ浅草の近くなんで、あの雷門のとこにバイクの駐輪場がありますっていうのをねだいぶ前にやったんですけど、そこからもう歩いては来れますね。あと上野駅からねそんなに遠くないので、そうですね、直線距離で1キロちょっと、1キロぐらいだから、上野駅でバイク止めて歩いてくるか、雷門で、止めて歩いてくるか、それが一番無難ですね。バイクのね駐輪場かっぱ橋の近辺には見つけらんなかった。なんか下ばっか気にしてたけどやばいよあれ、おじさんでか、世界の食器新見っていうビルの角の上にものすごいモニュメントが、これはよそ見しちゃいますね、危なかったね。はい、一応ね上野駅の西側ですね、公園がある方、そっちも念のため通りすがってみて駐輪場があるかないか、まあほぼないという情報は聞いてますが、一回通って確認したいと思います。それをぐるっとまあ回ってみて、それでフィニッシュにしますか。これは上野広小路っていう交差点ですね。ほらね、もうすぐ路上駐車監視の人がさチェッキングしちゃってんですよ。容赦ないよね。あのさ P ってやつはまあバイクは入れないんでしょうね、普通車だね、これね、これこっちかな。ないよね。これ完全にその公園と忍ばず池っていうところを突っ切ってるところですね。これはバイク駐車不可。あ、わざわざ表示していただきありがとうございます。バイク禁止、優しくないね。駐輪場自体はあるのかな、自転車とかの。弁天門、この先に P マークはありますが、まあダメでしょうね。これは何？東京芸術大学。これが上野公園であると思うんですが、東京国立博物館。はあ、気になりますね。それにつけても駐輪場も駐車場もないんだね、そもそもね。駐車場あるかないか、そもそも車で来るとこじゃないという位置づけですね。
ないよね。ああ線路渡っちゃったよ。ないよね。はい、というわけで上の辺ということでやってきましたが、最初に見たあの2カ所以外はほぼ止められないですね。上野駅にバイクで来る場合はあの最初に見た2カ所か秋葉原に止めた方がいいかもしれないね。秋葉原はねいっぱい止めるとこあるらしいので。はい、というわけで上野辺でした。あんまり見つけられなくてすいませんでしたね。そういうことでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さて上野駅近辺でですね、もうこれ以上見つかる気配がないので御徒町駅近辺に20台ぐらい止められる駐輪場があるらしい。そこまで行って一旦上野辺は終了したいと思いますね。一旦4号線を通って、でこの山手線のガードをくぐったら、くぐったらすぐ左、すぐ左、すぐ左、すぐ左行けるの？くぐったらすぐ左。さあ御徒町駅、御徒町駅をくぐりましてガードの横通っております。カニ祭りです。カズノコ祭りです。ケンタッキー祭りです。さあ御徒町駅目の前を通ります。こちらに行けと案内されてるのが本当にあるんでしょうかね。さあ山手線のガードの横を通りながら、さあもうここ左側、左側もう地図的にはここ左あったけど、あったけどこれ無理なやつじゃない？これはさ、排気量でかいの無理なやつじゃない？いやあったけど 125cc 以下のみ、はい、大型バイクは止められません。まあこの領域的に無理だよね、これはみ出しちゃうもん。残念でしたねー。